さあ久々に FIFA 17やっていきたいと思います。さあ、現在ね J リーグ10位の鹿島アントラーズですね。さあ今鹿島アントラーズはですね、裏を破って優勝したんですが、私がやってる鹿島は優勝できそうにないですね。まあ3位までいければ、あれ同じのがあるのかな、チャンピオンズカップですよね。久々なんで一旦セミプロでやってみよう。で、先週赤崎土井に変えて金崎とでトレードしよう。で、レフトバック山本選手を入れて、柴崎選手下げてファブリッシュを入れて、疲れのあるその金崎選手に引かせて、これ多分保存されるよね。鈴木選手出して、ちょっと今回回復に努めようか。センターバックも62か。あ、庄司選手よし、これで、センターバックは大丈夫ですね。さあ条件これいじっていこうかな。ワイドに開く、土井選手ワイドに開いて裏に抜ける、鈴木選手が中央にとどまってターゲット、あ、フォルスナイン、中盤まで下がって味方の攻撃スペースを作り、ドリブルをしたりパスを受けたりする時間とスペースを乱す。じゃあこれにしようか。で、遠藤選手中へ切り込む、それを両方のウィングにやってもらって、ファブリショ選手は前に行く、小笠原選手は守備的にやってもらい、そうだこっちはいいか。でサイドバックは積極的なパスカット、中村選手も積極的なパスカット、よしこれでいこうか。いやいやね、攻撃的な戦術ですね。なんていうの、スイッチみたいな感じですかね。一人がボールを持ったら一気に中にどんどん選手が集まっていくと。本日ご覧いただくのは J リーグ J1 の試合です。実況は西岡明彦、解説は福西隆さんです。今日はよろしくお願いします。とりあえず前半はアタッキングで行こう。本日はガンバ大阪と鹿島アントラーズの対戦です。最近は上位を争っていることが多い両チームですね。負けられないでしょう。今日の試合に使用するホームチームのラインナップです。 4-4-2 のフォーメーションです。さあ今のちょっとバロンに手間取りましたが、ちょっとこれは、収まりませんでした。ボールへの寄せが非常に速い。そのまま返します。相手のパスを誘発していく、囲まれている。決定的なシーンを作りたいですが、おっと裏狙われてますね。遠藤康人、セットさんからのパス、ボールを回します。ファールですね。ここはフリーキックです。ボールに触れられなかった。直接狙えそうな距離ですね。遠藤狙ってくるか、遠目か。このクロスボールはディフェンスがクリア。シュートは大きく浮いてしまいました。私がですね、実況している間に J リーグいろいろ動きがあって、湘南と名古屋が降格しましたね。 J2 で清水じゃないね、札幌のセレッソが J1 昇格。今日は面白いマッチアップになりました。なんちょ来年の FIFA では大阪ダービーができるって言いますよね。まあ、ジーニアス、キネ選手も使えるし、今シーズン最も得点を上げているチームです。山口蛍選手も使います。チームの方向性も異なります。どうやってお互いを攻略するのか、現実面での違いも気になりますね。さあスタジアムのテンションが上がります。全然違う方向にする。藤原ひろき、あんな位置、大森幸太郎、井出口洋介、こぼれます。先に反応するのはどっちだ。さ
危ない。攻守の切り替えが大事です。上田直道、これ一旦ドリブルで持ち込んで持ち込んで、アントラーズが攻める。ちょっと思ったより遠めに飛びましたね。一旦攻撃を防ぎます。ここから先の出しどころに苦労している様子です。中途半端な、やばい、遠藤やってこー、決めに来た、危ない、バーに当たった。いや、まあ中途半端ですね。守備さあ、土井選手決めようか。ここを決めたい。土井翔馬。しまった、ずれていく。決めることができません。何が今シュート一本目だよ。絶好のタイミングで抜け出しました。でも抜かせればよかったかな。倉田修。ボールが足につきません。ルーズボールだ。痛い。完全にファウル。主審の判断は米倉選手。イエローもありえるね。ここはガンマ大阪に警告が出ます。これで厳しくいけなくなります。ちょっと苦しくなりましたね。上田直道。危険な位置です。緊張感が増してきます。堅いディフェンスに攻めあぐねています。クリアしました。決定的ともいえる場面、素晴らしいクリア。視野が広い。このボールを奪います。ルーズボールになっています。米倉浩輝、西野高張。さあ、ロングボール。どうなりますか。藤原ひろき、ボールは再び足元へ戻されます。松田選手が抜けてくる。前まで持ってきました。さあ、スピードでファブリッシュ、ファブリッシュか。中盤の選手が戻ってのプレー、しまった。ミッドフィールドでボールを取りました。このキーパーさん繋がりません。いや、全然ちょ攻撃力が出してないぞ。米倉浩輝、出口陽介、アデミューソン、阿部裕之、ガンバ大阪の攻撃です。相手のゴール前でパスを回します。パスがよく走っています。危ないのに、ロングシュートを放とうとしてボールを取りました。さて、どうする。ボールが足につきません。ルーズボールだ。さあ、岡沢選手行くか。うん、ちょっともっと中に切り込んでほしいな。ボールを運び、ゴールに襲いかかります。これを決めればリード。正面がっちりキャッチです。一気にボールを回してチャンスを伺います。タックルでボールがこぼれました。相手陣内に超えてくると思ったが、スピードがないからかな。遠藤康志、ダイビッグ、出足が鋭い。カットします。追いつけない。米倉浩輝、さあ、もうマジかアディショナルでの失点だぞ。さあ、強すぎたね。このままなるんじゃないかな。さあ、ここで、ちょっと連れてきてませんが、主力級の選手でいようか。赤崎選手は土井選手の位置変えた方がいいか。
攻撃的に行きたいんで、柴崎選手とファブリシオ選手。他は大丈夫ですかね。一応ライトバック変えておこう。順位上げるにはね、これ取らないといけないから。ここは走っていこう。ここで止めます。追い越せるか。追い越していく。勝ち越し来るか。しまった、回った。また変な方にずれた。ここはチャンスを逃しました。今気持ち正面に打ったんですけどね。あんな方にいじってないのにな。危ない。ボールがこぼれました。よし、なんとかしのいでカウンターに来ても、こういう時やっぱり花田選手いるといいよね。鹿島の攻撃です。ここはシュートチャンス。シュートが勝ち越しを奪おうとしましたが、ここはさあ柴崎選手なんでね、シュート力があったんで決めに行きましたが、遥か上空だね。久々なんでやっぱシュート感が全くないな。杉原ひろき、さあファウル。審判はフリーキックの判定です。ここはもうショートとか言ってる場合じゃない。アントラーズが攻める。アデミューソン、ボールは戻されます。遠藤康人、慎重に攻撃を組み立てています。やべやべ、これはまずいですね。狙われる。中切り込んでおくか。全然上がってこないんじゃない。中盤の選手が少なすぎる。プレッシャーを弱めました。井出口陽介、ウィンが上がるようにしたんだけどな。ためを作る必要があるそうですね。アデミルソン、危険な位置です。緊張感が増してきます。ボールと人がうまく連動しています。ゴール前までは行くのですが、そこでボールが止まってしまいます。ためか。考えるまでもありませんでした。攻撃は失敗し、相手ボールです。今のファウルでもないんだ。高崎周平、いける。強引に切り崩してきた。よし、やっと決まりましたね。もう全員上がってほしいくらいの感じでしたが、手がぐら抜けれましたね。中島からも、中島ファンからも応援が。あの威力で右下に狙われると、さすがのキーパーも厳しいでしょうね。2ゴール、わー、2ゴールか。何戦目で2ゴール、それはちょっとまずい。もっと点取りに行こう。この感じだとね、プライテに絶対勝てないよな。前もギリギリだったのに。ボールを運び、ゴールに襲いかかります。これは来た。これはいい反応でした。テンプロに1対0だとタンプロやばいだろうな。おっと、前方に運びました。さあ無理やりな、こういうのでも取られると痛いんだよね。今走ればいけただろう。ちょっとこれ一応追いついておかないとまずい。今相手詰めてきてる。個人技で来るね。ボールがこぼれた。どちらが取るでしょうか。よしよし、ガラ空きよ。いけいけいけ、中に切り込んで。肩の上がりを増します。打てるか。入らない。入らない。追加点とはなりませんでした。バブリシオ選手かな。決めたかったですね。
こういうチャンスを逃していると相手に流れが生まれません。ため作ったから狙いギリでしたね。もっと下なの。コントロールシュートでさらに低弾道にしたらちょっと浮くのかな。小倉翔平、アデミュートン、相手ちょっと今が攻撃が激しくなると思う。ガンバ大阪の攻撃です。こういうの防がないと同点ゴールか。遠藤康彦、遠藤選手、執念のセーブ。さてここ、ここはコーナーキックのチャンスです。両方 Y エンド、よし、誰もいないそこオフサイドなんで、ここは走り込みましょう。柴崎選手、突破しました。よし、冷静に、さすが。ゴールです。交代で入っていい動きを見せています。ここまでのスタッツを見るとシュート数に差が出ていますね。1ゴールはまずいね、はい、ちょっと点取ってこう。うまくチャンスにつなげている感じです。今の今回の試合でってことじゃないんだよね。積極的に打つ姿勢が出ています。アデミューソンに突破されまくっている。ファールの判定、これはカードもありえますがどうでしょう。そこまでか今。パトリック、遠藤下がってパトリックすごい攻撃的だね。やばい、入れば試合が面白くなる。しまったという様子を見せてますね。ちょっとロングに飛ばそう。今の場面ですとそう思ってしまいますよね。藤原博飛、さあ出ました。またアデミューソン、凄まじいスタミナが全然減らないんだよ。ディフェンダーがクロスをさばきます。追いつけない。取る。すごい、丹羽選手戻りましたね。おお、なラッキー、何もしていないのに。お聞きください、この声援、サポーターが選手たちを後押ししています。はい、この雰囲気は選手たちにとっても遠藤康志、なんかちょっと横からのシュートトライしてみて。こっちだと10本打ってる。相手も7本か。アデミューソンのテクニックがすごいな。危険な位置です。強感が増してきます。ゴール前に全体的に危ない。さあ、ゴールキーパー上がってきてる？上がってきてない。ボールは庄司がクリア。まだまだあるぞ。ボールはどうだ？おお。ゴールキーパーがうまく前に出ました。これ蹴れば終わりですね。いやー、なんとかシンプロちょっと復帰戦みたいな感じ勝ちましたね。これ。遠藤康彦。これ決まってれば多分負けてたね、この試合。強引に切り崩してきた。ここを決めたい。この辺は全然もう入る気配もないですね。これもな、普通にあの後半の2ゴールを見ていれば入るようなシュートだったんですけど。鹿島の攻撃です。ゴールチャンス。あ、全然だね。ここはあれ、惜しいって言った瞬間だよね。赤崎周平、強引に切り崩してきた。さあ、すごいか。 2-0、 5.9 レディ。それ選手いたんだ、変えるべきでしょ。久々の FIFA 選手が、正直20歳のゴールキーパー、小泉優斗使ってみよう。というところで、じゃあまた次回お会いしましょう。ちょっと次回プロでいこうかな。てか設定いじんなければプロになるんで、まあそのまま設定に従っていこうか。というところで、また次回お会いしましょう。